新宿駅東口をご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは日本共産党と一緒に日本を変えるネットワークに集った青年有志です。私もこういったところでマイクを取るのは初めてなんですが、本日は青年として今思っていること、悩んでいることを訴えながら、日本共産党の政策と役割への期待、応援、そして一緒に日本を変えたいという決意を述べたいと思っています。私は子どもと教育に関わる団体で働いていますので、特に子どもと教育の問題に関して話したいと思っています。今サブプライムローン問題を発端として金融危機が叫ばれていて、景気への不安感というのが皆さんの中でもすごく増していると思います。でもここ数年間は表向きには景気が拡大しているって言われてましたけれども、そんな時期でも貧困と格差拡大が急速に進行してきました。学校現場、子どもたちの育ちにとって父母や家庭の役割は特に重要なんです。安心して子どもを産んで育てられるためには、ゆとりある働き方と安定した経済的土台が不可欠です。しかし青年の二人に一人が非正規雇用である、結婚子育てに直面する25歳から34歳ぐらいまでの労働者のうち、年収200万に満たない人は300万人以上にも上ります。これでは結婚や子育てするのは非常に困難です。また親の経済的困難が子どもたちに及ぼすしわ寄せも大変重大なものになっています。保険料を払えずに保険証を取り上げられ、病院にかかれない、給食費が払えない、費用が出せずに修学旅行に行けない、高校大学を中退せざるを得ないなど、貧困に苦しめられる子どもたちが増大しています。皆さん想像してみてください。お金がないから子供が病院にかかれない、お金がないから周りの友達が給食を食べている中で自分だけ食べられない、お金がないから自分だけ修学旅行に行けない、お金がないから学校を辞めなくてはならない、こういったことが今学校では少数の本当に特別な事例ではなくて多く見られるようになっています。こういったことがどれだけ子どもたちの心を深く傷つけるか、今よく自己責任と言われることがありますが、子どもに本当に責任はあるのでしょうか。そういった世の中でいいのでしょうか。これらは自民党や公明党、与党が子育てへの支援や福祉、保育、教育など家族を支える政策を怠って家族や親の自己責任にしてきたためです。家族政策や子どもの教育にかかる予算を GDP 比率で見ますと、日本は先進諸国最低のレベルになっています。政府は財政難を理由にしていますけれども、決してお金がないのではないんです。子どもと家族には冷たくて、大企業のためには最優先の政治を進めてきた政治のあり方に問題があると思います。私が日本共産党を応援し、日本共産党と一緒にこの変えるネットワーク、日本を変えるネットワークに集っている理由は、今挙げてきた問題一つをとってもその解消に向けはっきりと掲げた政策と、子どものため、青年のため、すべての国民や市民のために地道に活動している実績があるからです。よく対案がないじゃないかなんて揶揄する声もありますけれども、それはやはりテレビや新聞などが報道機関としてきっちりと各政党の役割を当分にきちんと報道しているっていうことが少ないからだと思います。だからこそ私もここに集っている青年有志もここで訴えをしています。
日本共産党は総選挙いつになるかわからないと言われていますけれども、総選挙に向けすでにもう新しい日本を目指す基本的な政策を掲げて、国民の要求に沿った各分野の政策も網羅的に掲げています。ぜひ読んでみてください。私が先ほどに訴えた子どもと教育、青年の問題でもきちんと政策を掲げています。一例を挙げますと、男女ともに子育てできるゆとりある社会を、子育てしやすい人間らしい働き方、労働、賃金、労働時間を保障します。最低賃金を時給1000円以上に引き上げる、パート派遣の差別禁止、均等待遇の原則、登録派遣型を厳しく規制して正社員への登用転換を図る、家族と教育、福祉関係の予算を抜本的に引き上げる、誰もが安心して子育てできる社会を目指します、など本当に国民私たちの願いに沿った政策をきちんと掲げています。またそのための財源もきちんと示しています。この6年間で庶民への増税は5兆円以上ありました。しかしこの10年間では大企業や大資産家への減税は7兆円にもなります。こういった逆立ちした税制も抜本的に転換することを具体的に示しながら、財源もきちんと提示しています。私たちの願いに応えた政治になるように、ささやかでも未来に希望を持てる暮らし、社会を作っていくために、日本共産党の政策と役割に私は期待し、応援していきますし、一緒に入るネットワークに集って行動もしていきます。ご通行中の皆さんにも、ぜひ日本共産党の政策をより知っていただきたいと思いますし、シール投票、あとはチラシなどももらっていただいて、応援していただきたいと思います。私からの訴えは以上です。ありがとうございました。